森田です。今日はこの GT43 で高速道路を走ってみて、この高速道路でね、スポーツモードをスポーツプラスで走行してみて、ノーマルマフラーでね、どんな音が出るかっていうのを今日はキーちゃん撮っていこうと思うよ。イエーイ。でまあただね、本当に走行のマフラー動画、もう画角も、もう本当、この画角でいきます。そう、まあ、トンネルもあるんで、トンネルの中のね、マフラーサウンドとか、ちょっとね、アクセル踏んでみた時のマフラーサウンド、あとはエンブレかけてね、どれぐらいバブリングするかって言ったりするのを、撮っていこうかなと思います。OK? で、キーちゃん、そのさ、何でもいいけど、その、車にこれつけんでよ、マジで口紅。ね、ちょっとこれ、中に入れといても、怖いね。よし、じゃあ、早速、撮っていこうと思います、キーちゃん。動くよーん。はい、じゃあスタート。今ね、もうスポーツプラスになってます。まだ本当この車で高速走ったのは1回しかないもんな。前コストコに買い物行った時だな。パパが一人でいた時ね。コーラ買ってきた。そうそう、コーラ買ってきた時ね。パパがスピード違反にならないように気をつけんといかん。それ言うなら安定性。
はい、わかりました。安定性です。すごいね、本当にこの、なんだっけな、コンピューターで確かね、この車はハンドル制御かなんかをしてるんだよ、これ。まあ、この辺もね、ジャーナリストの動画を見た方が、もう僕のこのレビューは自分が運転してみていいか良くないかっていうね、まあ、今回はマフラー音がこうだよっていうのを届きたいだけだから、もう喋んなくてもいいしね。
したら半額だったのかな。てな感じで、今から峠道にドライブに行ってみようと思います。じゃあとりあえずね、高速走行はこの辺りで、キーちゃんカメラに向かってバイバイするよ。ここキーちゃん、カメラに向かってバイバイして、せーの、バイバーイ。なかなか価値が下がらないもの、価値が下がらないものもあるんですけど、でも間違えちゃいけないのが、必ず価値が下がらないっていうね、確約はないです。まあどこまで行っても LX もゲレンデも、まあ、大衆車なんで、なのでやっぱりね、値段